今日から8月です。そして夏の甲子園の季節がやってきます。福岡県代表九州国際大学附属高校のナインが服部知事を表敬訪問しました。2年連続9度目の出場となる今年はノーエラーで勝ち抜いた堅守のチームなんですよね。そして夏の甲子園最高、これまでベスト8なんですが、服部知事は深紅の大優勝旗を持ち帰ってとエールを送ったんですね。いや、そうですよ。さあ一方こちらは春夏通じて初出場です。初めて佐賀県立鳥栖工業高校、初戦を突破すればいけるとする山口知事に高市首相は公立校らしく粘り強くと謙虚な気持ちをちゃんと持って、あさって組み合わせが決まって8月6日開幕です。